皆さんこんにちは、 VTuber のキマイラです。リンクで韓国語、文法シラバスの方ですけれども、まあちょっと自分で文法シラバスの動画を作って、まあ、勉強しようということです。まあ、文法シラバス非常になんかね、つまんない、面白くない、確かにそういうこと多かったです。で、まあ、今だいぶ文法シラバスでも楽しくしようみたいな、テキストやアプリなどもあって、まあ今参考にさせてもらってる、テキストなんかも、文法シラバスだけど、まあ、例文も、という、まあ、内容が、そういうつまらなさっていうのがなくなるように作られたものだったと思ってますね。まあ、ね、まあ、外国語の勉強も全部つまらない人もいるんで、絶対つまらなくないかっていうと、まあ、文法シラバスに、持ってるイメージとはちょっと違うぐらいしか言えないんですけど。で、まあまあ、で、まあ、亡くなってる会社とはいえ、まあ、再犯の可能性とかがあるので、著作権とかに触れない形で書き換えていこう、なんですが、ただまあ、ちょっと最初の方の挨拶はもう、書き換えるもないし、まあ、著作権もないだろう、まあ、訳文がね、Google 翻訳に設定しているので、Google 翻訳だったり、まあまあ、説明も、ね、まあ、そういう、出版社のものでないので、まあ、触れないと思ってるんですけどって画面出ないですね。あ、出ました、出ました。で、まあまあ、一回目も、挨拶、初対面の挨拶で、二回目今回が、お礼を言ったり、謝ったりとか、そういう、例文なので、まあ、文法というほどでもないんですが、まあまあ、文法積み上げ方式の、大体のテキストってこの流れのものが多いですね。まあ、で、まあ、정말감사합니다。정말감사합니다。ということで、まあ、この、この정말、정말。정말。で、辞書で調べたら、こう出てきて、そのままコピペしてるんですが、これが、長い棒、ただのスラッシュ、ハイフンみたいなものなのか、漢字の位置なのかがちょっと分かってないです。ただ見た感じが明朝なのに端っこ三角みたいなのがないから長い線なんだろうと思ってます。정말。정말。감사합니다。감사합니다。まあまあ、まあ감사합니다。まあ感謝から来てるっていうのは日本人すぐ気づくんですけど。정말감사합니다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 。という。で、천만에요。천만에요。という。まあまあ、漢字で調べたら、천만の部分が、広角らしくて、まあ、こっち1万2万、数字の万の昔の字ですね。まあまあ、千と万、まあ、よくあることですよっていう意味なんだろうと思っています。ゆっくり。천만에요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 。で、すみません。죄송합니다。죄송합니다。まあ、この、죄송になるんですか、が漢字で調べたらこうなので、まあ、悪いですっていう、まあ、直訳すればそういうことなんだろうと思いますが。죄송합니다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 。で、
괜찮아요。괜찮아요。ま、これ漢字じゃないですけど、よく、ま、ドラマとかテレビで聞くのは私だけですか？NHK ラジオ講座とか聞いてる人しか聞かないやつですか？ちょっとわからないんですけど。괜찮아요。괜찮아요。괜찮아요。まあ、多分ね、韓ドラとか見てたらよく聞くセリフなんだろうなと思います。감사합니다。고마워요。감사합니다。고마워요。という。まあ、감사합니다。감사합니다。고마워고요。마워요。まあ、丁寧さの度合いが違うんだろうなと思うんですが、まあまあ、元の例文で両方くっつけて一文になっていたので、そのまま借りました。まあ、丁寧さの度合いとか、まあ、どんなシチュエーションで言うかはちょっと分かってないんですけど、まあまあ、上の方が丁寧なんだろうは推測がつきます。で、まあ、これ多分丁寧順に並んでたんですけど、감사합니다。감사합니다。고마워요。고마워요。ゆっくりですか。고마워고요。마워요。で、まあ、より、まあ、原型に近い。本当に、だから、多分、辞書そのまま引っ張ってきたと思うんですけど、まあ、いつかわかるぐらいのつもりで書いてるんで、고마워。こんばんは。고마워。こんばんは。죄송합니다。미안해요。죄송합니다。미안해요。ということで、죄송합니다。죄송합니다。まあ、さっきあったやつですね。미안해요。미안해요。まあまあ、まあまあ、心配かけましたぐらいになるんですかね、これね。미안해미요。안해요。죄송합니다。죄송합니다。미안해요。미안해요。미안해미요。안해요。미안해。미안해。まあまあ、ね、日本語で言うとこのごめんぐらいの意味かなと思ってるんですが。미안해。미안해。リビューレス。정말。정말。まあまあ、千万って言ってたやつですね。なんかまあ、よくあることですよ。日本語にも直す、あ、なんか直訳の文字が戻せない。정말。ちょんまる、違う、違う、違う。本当にだ。間違えてる。괜찮아요。けんちゃなよ。書けません。あ、なんかさっき合ってなかったのに合ってるんちゃってるよ。미안해。いやね、もう書いてますね。はいはい。고마워요。こんばんはよ。この辺がね、ちょっと漢字に直せないやつ고が、마워。こんばんは。あ、間違ってん。これなんか、意味、Google 翻訳で出たやつ一緒だものっていう。죄송합니죄다。송합니다。あ、これこれ。あ、これだった。こっち천만か。에요。はい、こっち감か。사합니다。書けない。미안해요。정말。さっき間違ってたから。けんちゃん。もうここちょっと書いてある。괜찮아요。ごめんなさい。미안해。あ、まあ、ごめん。
고마워요。まうよ。だから本当なんか、デュオリンゴでやってた時も何遍やっても覚えられないみたいな感じなので。고마워。まう。ジェソンハムニタ。ごめんなさい。죄송합니다。참말해요。감사합니다。ありがとう。감사합니다。ございます。미안해요。ごめんなさい。미안해요。悪くないです。そうですか。はい。ということで、まあまあ、そういうわけで、まあ、今の、音声、作ってるので、プレイリストに入ってるかな。4レッスン入ってますね。あ、てか、プレイリストまで作ってるのが、まだ4つしかないんですが、これを、こうかな。안녕하세요。처음뵙겠습니다。안녕하세요。처음뵙겠습니다。앞으로잘부탁드립니다。만나서반가워요。처음뵙겠습니다。잘부탁드립니다。만나서반가워요。と、まあ、私は、와이파이대여하기。ポケット와이파이는어디에서빌려요。육반개。ちょっと私はちょっと、文字見ないとやっぱりわからないですね。なので、와이파이대여하기。ポケット와이파이こ는れじゃない。違うやつ。これ、間違えた。まあ、だからって取り直さないけど、これ。どうやって戻るんだろう。プレイリスト戻る。ライブラリンで。プレイリスト戻る。と、ここに、これですね。これを。죄송합니다。괜찮아요。감사합니다。고마워요。감사합니다。戻りますか。안녕하세요。잘지내시나요?あ、もう戻りすぎてる。ちょっと再生の仕方を覚えないといけないです。なんか、プレイリスト、この、これ、違うやつで、してるんで、ちょっと、まあ、さっきの、俺を言ったり、謝ったりするやつを、こうやって文字でカラオケ状態に見れるはずなんですけど、ちょっとこう、今、試しにやってしまったんで、他に作ってるテキストのどれかわからないものを、こう、流してしまってる状態になりました。ちょっとこれ、今できるようにするしようと思うと、ちょっとすごく時間がかかっちゃうので、まあまあ、ちょっと私自身の復習用とか、まあ、どなたか他にこう、リンクでこうやって自分でインポートしてレッスンしたいなと思う人が、まあ、一度作ってしまえば、こう、テキストを見ながらの、まあ、前回もこう出しましたけど、そういう、聞き流し用の教材にできるので、今ここ、繰り返しとかがあるので、自分の、作ったやつをこう、本当に聞き流しできるようになるので、まあまあ、私は便利だなと思いながら今までちゃんと使ってないってやつなんですが、というは、まあ、ね、ここに来て、まあ、ちょっと他の人の作ったサービスよりも自分で作って、ちゃおうになってしまったんで。というわけで、まあ、一応、この文法シラバスのものが10まで作ってるんですよ。で、まあ、ワードに打ってるものも、で、まだこう、作ってないものは15まであって、まあ、難しさがどういうふうに上がっていくか、まだ、もう3冊目しかも、15レッスンのところで、
一冊コレッションずつくらいだったんで、今三冊目が終わったところなんですけど、これがもう、どういう、傾斜を上がっていくかわからないので、最後中上級になるはずなんで、一冊に5レッスンずつかどうかもわからないし、一個のワンレッスンの長さもどうなるか、まだ、本当になんか最初の3冊しか見てない状態なんですけど、で、まあ、ちょっと難しすぎたら、まあ自分の、語学力ではここまでで、まあ、じゃあ10冊だったら10冊までのところで止まって、そのレベルに合った、場面シラバスだったり、タスクシラバスだったり、まあタスクシラバスをこのリンクで作るのはものすごい難しいというか、多分やらない方がいいんですけど、できないですね。まあ、見て読んでるだけなので、タスクシラバスってこの地図を見て、ピザを、ピザを、配達する場所を教えてくださいというのがタスクシラバスなんで、ちょっとリンクでそれは、ね、できないと思うんで、なんか他のものを作らないと、で、まあ、利用しないといけないんですけれども、というわ、まあ、だから著作権の引っかからない、切れたような絵本を読むでもいいんですけど、というわけで、ご視聴ありがとうございました。VTuber キマエラです。チャンネル登録よろしくお願いします。